どうも、今日の気温は33度だそうです。クレイジーですね。そんな時はあったかいものをあえて食べるということでね、今日はナスとそうめんでいきましょう。あえてここはあったかいそうめんがいいんじゃないのかということで作ってみたいと思います。はい、ナスですね。ナスをヘタを取って、はい、半分に切ります。で、こちらのナスのこの皮の部分に切れ込みを入れていきます。なんかもう乗る場所なくなっちゃったな。まあこうです、斜めに切れ込みをね、適度に入れていきます。切れちゃっても別にいいです。結局最終的には食うんでいいです。はい、まあ、斜めがいいよ、見栄えがいいしね。はい、あ、まあこんな風になっても別に問題はないです。はい、これでもう下準備は完了でございます。焼きましょう。ごま油をひきます。スーッと回しまして、皮の面を下に切ります。よいしょ。水は 300ml ですね。もうひたひたになりますな。はい、はい、煮込みました。このナスと油揚げをまあ適度にこう乗せまして、ね、乗せまして、ははは、砕けちゃった。で、かけると、あ、これ2人前なんで3切れぐらいね、かけましょうね。はい、これでナスそうめん完成でございます。うまそう。ナスには生姜ですよ。はい、いただきます。まずはナスから。うん、あー、しみてる。あー、濃いね。うん、してそうめん。うん、お揚げとナスが汁を吸ってるんですよ。だから一緒に食べるのがいいね。うん、追加しよう、追加。はあ、今エアコンもねかけずに食べてますよ。たまらんな。